はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日は光る君へ第7話の予習解説をお届けいたします。 NHK 出版等から公式ガイドブックというものが出版されておりまして、それらにストーリーのあらすじが記載されております。それらを紐解きながら予習していく動画となります。セリフの一言一句までネタバレするものではございませんので、営業妨害の意図は全くなく、むしろこちらの動画をご視聴いただくことで本編より楽しんでいただければという思いで毎年動画を展開しているものでございます。本日もだいたい20分前後の動画になると思いますので、まあ、そんな長い動画見てらんねえよって方のために、まず最初に簡易ダイジェストをお届けいたしまして、それをストーリー解説でもう少し展開いたします。その上で今回この辺見どころですよねという話をしていければと考えております。ということで、簡易ダイジェストから進めていければと思いますけれども、ですね、面白いですよ、今回も。まずですね、前回の第6の最後何が起きたかというと、まあこれは道長がですね、真宙に言うならば土壌宮のラブレターを出したというところから、で終わりましたけれども、まあその直後から今回も始まるわけでございますよ。さあどうなるかと、で歌を返すのかどうなのかと、そういったところなんですけれども、真宙はですね、道長への恋心を断ち切りたいので、結論としてですね、その、歌を返すこともせずにですね、手紙を燃やすという形でですね、恋心を断ち切ろうという形で、まあ、もがくわけでございますね。まあ、いろいろね、事情がありますから。まあ、それが一つですよと。で、あとですね、まあ、このドラマ、非常に藤原兼家が悪役的なポジションで、まあ、いろいろと言葉選ばないで言えば好き勝手やってるわけですけれども、まあ、その藤原兼家に対してですね、阿部晴明が結構ガチで反抗するっていうのが今回また見どころですよと。で、あと前回ですね、真宙が、自分の創作、こういう山岳はどうっていうのをですね、直秀に対して言ってましたけれども、別の創作を今回いたしまして、それがなんと山岳で、実際採用される形となります。なんですけれども、それでちょっと大騒動になってしまいますよと。で、あとですね、打球大会。なんて言えばいいんだろうね、馬に乗ってこう、ボールをやりやすいのは、まあ見りゃわかるって形ですけども、まあそれでわちゃわちゃいろいろと面白い話がありますよと。で、あとまあ、直秀はやっぱりお前、真宙のこと好きだよな、みたいな。直接的にこれはシナリオガイドにも書いてあるわけではないんですけれども、まあ前回の映像を見ても、今回のシナリオの直秀の行動を見ても、真宙のこと好きなのかなっていうふうにこう思う部分っていうのがあるという感じ。これが今回のまあ話という感じでございますね。で、今回はですね、大きく新キャラを、主要登場人物に入ってくるような新キャラは、出ませんで、まあ、主要どころで言うと、真宙、道長、金と忠信、雪成のこの辺の若手衆、そして、主人公二人と仮定した時のお父さん、為時と兼家、お父さん二人、で、火山天皇の側近である藤原義親がちょっと悪役ポジションとか嫌われポジションになりますよと。あと、まあ、直秀と、智子。そして、前回、鮮烈な、デビューといいますか、出てまいりました、後の清少納言。今日、今回もちょこっと登場するという形で期待たいという形でございます。まあ、主要登場人物が出ますので、特に混乱は起きるような回ではないのかなというふうに思っております。では、その上でですね、ストーリーを紐解いていければと思いますけれども、全部で9つに今回は分けさせていただきました。まず、真宙の気持ちということで、今、簡易ダイジェストのところでもお伝えした通りではございますけれども、真宙、前回の第6話の最後、藤原道長から土直球の、まあ、伊勢物語の、まあ、一節をちょっとアレンジした形での、まあ、ラブレターをもらったわけでございますけれども、真宙はそのもらった恋文をですね、燃やします。なんで、歌をね、そのラブレター的な気持ちをいただいた場合は、その歌で返すみたいな形のことっていうのは、まあ当時の習わしとしてありますけれども、それもいたしません。まあこれはもうきっぱりと拒もうという決意ですよね。私の YouTube のチャンネルでは、まあ何回もいろんな動画で言っていますけれども、結局その身分がどうこうっていう、その貴族の中でも上流の貴族と下級の貴族っていうところの部分での、結ばれないっていうよりも、まあそれは貴族同士だから、まあ無理すればなんとかならない。なるっていうところなんで、それは置いといて、とにかく、この真宙と道長に関しては、その、道長のお兄ちゃんである道兼が真宙のお母さんを殺してしまっていると。だから、この二人が結ばれた場合に、夫の兄ちゃんが、妻の、
お母さん殺してたって話になっちゃうので、まあもう呪いなんですよね。そのもう第1話でもう脚本家大石静香がこの物語に呪いをかけているので、だからこそ史実で、まあ、この2人は結ばれるわけではないので、まあその上で気持ちがどんなに近づいても史実だから結ばれませんじゃなくて、いやもう呪われてるもんな、これはそうだよね、無理だよねっていうふうに、こういろんな複合的な要因でなるって形なので、まあ、それを真宙自身も持っているので、結ばれてはいけない人、惹かれてはいけない人という気持ちの中で、とにかくその気持ちを断ち切ろうとするというのが真宙の気持ちでございますね。非常に辛いと思います。はい、で盗賊団の目的ということで、まあ、直秀のことでございますけれども、深夜にですね、山岳の一座と書きましたけど、まあ窃盗団ですよね。前回、台にですね、侵入して絹を盗んでおりましたけれども、その盗んだ絹をですね、その瀬戸団、山岳の一座はですね、河原にファッとこう置くようでございます。今回夜にね、だから夜、つまり人影のないところに盗んだものを置くんですよ。なんならその窃盗団だからさ、自分たちが隠れているアジトにそれをこう入れたりとか転売して、まあ私腹を肥やす感じじゃなくて、河原に置きます。で河原に置いたらですね、ふーってピーってこう口笛みたいな感じでちょっとこう合図を誰かにしまして、その一人がね、そしたらそこからさささささってこう物陰にいた貧しい人たちがバババッとそこの絹に群がってくると。そして絹をそれぞれ分けて持ち去っていく。つまりこれは真宙は噂でね、あの智子の若勉強会の時に言ってましたけど、噂で言っていた通り、窃盗団は私腹を肥やすためにやっていたのではなくて、その裕福な人たちから物を盗んでそれを貧しい人たちに分け与えるっていうことをやっていると。窃盗しているので、そこの部分でね、今の法律と照らし合わせる必要はないですけれども、でもまあ盗みをしているので、それは褒められたことではないですけれども、自分たちの私腹を肥やすためにやっているわけではないという形ですね。なので、まあ、これはもう私の場合は解説をしていますので、ちょっと先行で言及し合ってた部分っていうのもありますけれども、まあその真宙が噂で口にしていた通りで、この直秀たちの窃盗団っていうのは、これによって、この演出によって盗品を分け与えていたという確定がなされるという形でございます。もちろん深く探求している方はこれはもう気づきのお気づきのことだと思いますけれども、ドラマにしても映画にしても、そのどれぐらいのめり込むか、なんならほらドラマなんて別にスマホいじりながら見ることが悪いっていうか、まあ人、まあ、勝手じゃないですか、それぞれ勝手なので、まあ、であるとか、ちょうど話しながら見るとかね、あとは1話見逃しちゃったとか、いろんな方がいると思うので、そういった中において今回ここでやっとそれが確定演出として、まあ、誰にでも分かるような演出としてなされるという形でございますね。はい、そして昼間ない安倍の春明だということで、まあ、火山天皇、そして、前回亡くなっちゃったんですけど、一応入れております吉子、金家、そして安倍の春明でございますけれども、まず前回お隠れにって言葉で前回言われてましたけど、亡くなるって意味ですね、亡くなった吉子をですね、なんとお子を身ごもっていたわけでございます。なので火山天皇からすると、まあ吉子がこのまま元気に過ごしていれば自分の可愛い子を抱くことができたかもしれないという中においても、悲しみに暮れると。でしかもほら火山天皇って言うならばね、結構ほらこの吉子と結ばれる前っていうのはあっちゃこっちゃで言葉選ばないでやりまくってるわけでございますけれども、吉子に対してかなり愛情を持って接していたわけ、ベタ惚れな状態だったと、まあ、ドラマの中でもそういう演出がされているわけでございますので、非常に悲しみに暮れますよと。でこの状況に対しておってなったのが藤原の兼家でございます。藤原の兼家、安倍の春明に何て言っていたかってことを思い返してほしいんですけれども、藤原の兼家は子供を産まないようにしてほしいっていうことを頼んでいたわけです。安倍の春明にそれを呪詛かけてくるというふうに言っていたわけでございます。これは自分の孫がね、今東宮皇太子でございますけども、が天皇になるのを早めるためにという形で、まあ余計な子供を増やしたくないっていうところがあるんですけれども、だけれども吉子の命までは奪えというふうには指示していなかったわけです。なので藤原兼家はさすがにやりすぎだというふうに言います。そしたらですね、安倍の春明はなんとこれに反論をいたします。お腹の子だけが死のうとも、まあ吉子もろとも死のうとも、この国にとっては貴重だと、
というふうに言います。これちょっと鍵括弧で書かれてなかったので、まあ、こういうことを言います。セリフ一言一句ではないです。その上でこういうセリフがシナリオガイドには書かれております。私は侮れば右大臣様、つまり金家一族ってことですね、右大臣様ご一族とて危うくなります。祭りごとをなすは人、阿部の春明の仕事は祭りごとをなす人の命運をも操ります。これですね、ゆうすけサンタマリアさんが放送前のまあインタビュー、ガイドブック等にも書かれているんですけども、まあ、安倍の春明っていうとその陰陽師であるとか、っていう的な視点であるとか、今度そういえばね、陰陽師、やりますよね。安倍の生命って名前で、まあ、山崎賢人さんだっけが映画やりますけれども、まあ、そういった側面。で、実際この、光る君の中でも、ちょっと現実っぽくやってるけど、まあ、呪詛を一応こうやっているってところはありますけれども、合わせて今回のこの光る君では、ビジネスマンとしての安倍の春明像っていうのが示されるってことを、ゆうすけサンタマリアさん言及されているんですよね。なので、このまあ、きな臭い感じの代、まあ、朝廷の中においてですね、自分自身ができること、やるべきこと、そして断るべきこと、自分の立ち位置のために、こう、駆け引きをすると。何でもかんでも、自分はイエスって飲み込むと思ったら大間違いやでってことを金家に反抗すると。結構金家にあまりに権力がすごい持っている状態なので、まあ、周りがそのノーっていうような状況、息子とたちとてないわけじゃないですか。なのでその中ではなんか非常にこう鮮烈な印象を残すのが今回ここの安倍の春明の部分だなというふうには思いますよね。はい、そして真宙作の山岳に移ってまいりますけれども、真宙直秀でございますね。はい、ある日真宙は直秀を訪ねますよと。で、新しく山岳を考えたという形でその筋書きを話します。筋書きはですね、なかなかですよ。右大臣家、つまり金家一族で、ね、金家一族の面々を猿に見立てて、その猿たちが神のふりをした狐に騙されるという話であると。で、山岳一族はこの話を採用します。前回直秀たち言ってましたよね、山岳を見るのは貧しい人たちであると、貧しい人たちには笑いが必要であるというふうになった時に、その笑いって言った時に、その誰しもが、なんならばその貴族とか偉い人たち、お金を持っている人たちまで全員が笑うような笑いではなくて、上の方の人たちを揶揄する、バカにする、そういったことをすることによって下の人たちが笑いによって少しでも心が軽くなるという形が、それが必要だ、笑いが必要なんだということを言っていたわけでございますので、今回に関しては右大臣家を、まあ、言うならば揶揄というか、まあ、馬鹿にすると、まあ、これはその真宙なりのいろいろ葛藤もあるんでしょうね。自分のお母さんを殺された一族でもあるし、心惹かれてるけれども、その気持ちを断ち切んなきゃいけない、道長の気持ちを断ち切んなきゃいけないってことで、右大臣家の面々をネタにしたという形ですね。で、これやっぱ上演したところ観客にバカ受けするという形のようでございますね。なんですが、あまりにこれは右大臣家を馬鹿にしているっていうのが見え見えな、まあ、ストーリーだったので、ちょっと大騒動がこの後6番のところで起きる形となります。その前にですね、火山天の藤原の義親、藤原の為時らの話でございますけれども、まあ藤原の義親横暴すぎということで、火山天皇はですね、まあ、叔父である藤原の義親、黒殿の一人ではございましたけれども、をですね、より重要な官職に取り立てます、言うならば出世させますよと。で、ドラマの中でも実際そうですけれども、第1話から出てきた人物ではないわけですよね。なので、それこそ金家の長男である道隆とか、ロバート秋山さんが講演している藤原実助とかを追い抜いて異例の出世を果たす形となります。しかし、まあ我々の視聴者視点で見ても、この義親って人物が超有能な官僚の一人みたいな感じ、貴族の一人みたいな感じでイメージあるかというと、そうじゃないですよね。なんなら全然実助の方がこう冷静に物事を判断できるので有能なはずなのに、異例の出世を果たすと。でも火山天皇からすると、いろいろと周りがね、自分がやろうとしてる祭りごとにも口を出してくるから、この叔父である義親と、あとはまあなんだかんだ言ってへこらしながらですね、嫌な顔せずについてきてくれる真宙の父である為時、この二人だけしかですね、信頼しなくなっているわけですね。なんでこの2人、特に義親は自分、まあ、叔父であるということもありますので、まあ、非常にこう出世もしてですね、まあ、もともと鼻がつく振る舞いをしてますけども、より鼻のつく振る舞いになって、まあ、他の者たちというのはですね、反感を覚えるという形になります。そして、先ほどの真宙作の山岳、トラブルが起きる形となります。直秀、真宙、そして真宙と道長、ここで出会ってしまいます。あと、音丸もちょっと、出てまいりますね、この辺でございますけれども。
山岳好評を博しているですね、右大臣家一族のネタでございますけれども、それがネタにされていると、右大臣家の武者たちの耳に入る。これは武者たちなんで、兼家とか、道高とか、道兼とか、道長ではなくて、もうちょっと下の方の、そこにこう、仕えてる人たちって形ですね。で、その、自分たちが仕えている、ね、しかも偉い立場じゃないですか。それをね、ネタにされるので、切れてですね、まあ、山岳に殴り込みに、入りまして、そして、乱闘騒ぎとなってしまいます。でですね、まひろたまたまそれ見てたんですけれども、まあもう乱闘騒ぎになるので、まひろもですね、こう観客吹き飛ばされたりするんですかね、乱闘騒ぎだから、その外にいて、わーみたいになった人とかのことだと思いますけれども、まあ、観客を助けようとしたらですね、ちょうど道長が、まあ多分この、武者たちが乱闘に行く、殴り込みに行くぞって話を聞きつけてなんでしょうね。駆けつけます。で、しかもそこではもう、要は傷害事件が起きてるようなもんなので、警備士、警察ですね。の上の、特に偉い人たちですけれども、が、まあ、到着しまして、で、山岳一座も逃げる形となります。でもう場は混乱、カオスな状態になるわけですけれども、まあ、その中からですね、まあ、道長は、真宙を連れ出します。場面写真とか見ると、こう、馬で後ろに真宙が乗っているような、ちょっとこう、なんか、おおっていうようなシーンが多分これに該当するのかなと思うんですけれども、まあ、そうなりますよと。で、例の真宙が道長に、私の母はあなたの兄に殺されましたと告白したあの場所、まあ、隠れ家ですよね。まあ、そこにこう、避難する形になるのかな。あ、違うのかな。そこか、前回、山岳の稽古をしていた場所、ちょっとどっちかわからないんですけれども、まあ、避難をしますよと。でですね、これが何を示すかわからないんですけれども、互いを思う気持ちが抑えきれなくなりそうになると。現代風のラブストーリー、フジテレビ全盛期の月9動画だったら、ここで抱き合って熱いキスをみたいな、多分そういった感じになりそうなテンションだと思うんですけれども、まあそういう状態なんですが、ちょっとそこにですね、直秀と、あとまあ音丸が現れたので、まあこの場は何もないと。気持ちが高まった瞬間、はいはいはい、そこまで、君たちそこまで、みたいな感じになるわけでございますね。で、まあ広尾音丸と屋敷に帰る形となりますよと。はい。そして、予告編でも出ております、打球大会でございます。打球の試合でございますけれども、ここはですね、若手の面々ですね。道長、金と、忠信、雪成、そして、智子、真宙ら辺の話でございますけれども、道長、忠信、金と、雪成らが、打球の試合に出ることになりますよと。で、忠信はですね、和歌の勉強会の姫たち、つまり智子たちですね、に、招待状を送りまして、智子たちは、まあ素敵なものが見れるのね、また本音なのか何なのかわかりませんけれども、智子さんは、まあ、喜びますよと。なんですけど、真宙は行かないと言います。まあそりゃそうだわな。道長の、ね、スポーツかっこいいところを見るのもちょっと酷ですからね。まあ行かないと言うんですよ。なんですけども、真宙はここで考えるんですよ。いや、ちょっと待ってよ。私ちょっと待ってよと。道長を見ても自分の心が動かない。むしろなんだろう、そうするのがベストであろうと。今後もどうしてもバッタリするときは起きそうだしねと。だからこう意識に避けるんじゃなくて、まあ、あえている場に行って心を鍛えようとすると。これどうですかね、現代で言った場合に、振られた相手の場にあえて行ってみるとはね、振られてないけれども、まあ、そういったその結ばれない相手のもとにあえて行ってみるみたいな。まあなかなか、そんなうまくいかんでって感じでありますけど、まあそれをしようとするわけでございますね。で、会場に向かう形となりますよと。そして、試合当日でございまして、道長、金藤、忠信、直秀がなぜかここに出てまいりますね。そして、真宙、智子、そしてここに、桔梗さん登場という感じでございますけれども、真宙が到着するとすでに源の智子たちがいまして、そこに桔梗もいまして、多分、あら、真宙さんみたいな感じで多分言うんですかね。はい。そして、道長たちが馬に乗って入場いたしますと。なんですけれども、道長チームにはなぜか直秀がいます。そう、今写真で見せた通りですね。雪成がいないんですよ。雪成腹痛で欠席になりまして、その代理として直秀を道長が連れてきたと。なんですけども、山岳一座のね、どこの馬の骨かもわかんない人物、貴族たちのこんなイベントに入れることもあれなので、周りの人間に、腹違いの弟だからって形で適当に嘘ついて参加させる形となりますと。で、試合が始まった姫たちははしゃぎます。なんかあれみたいですね、
スポーツのうまい部活を中学生の時にそれを見る、キャキャ見る女子たちみたいな、なんかそんなイメージを持ってるんですけれども、な感じなんですかね。で、まひろはですね、なんですけども、やっぱり道長いるので、鍛えようとしても、ちょっとこう、心がざわざわしちゃうので、コマロちゃんですね。ともこの猫をですね、ずっとこう、試合ここでやってるのに、下をずっと、このマウスを猫と見立てるとずっと、こんな感じで、こんな感じで多分ですね、あやし続けるんじゃないかなというふうに思います。なんですけども、まあ、周りも、あ、道長さんが素敵ね、とか、ともこが言うんでしょうね。まあ、それでですね、活躍ぶりが嫌でも目に入る、耳に入るわけでございます。で、まひろですね。まあ、そうなったらちょっと見るしかないんですよ。こんなやってても不審だからね。見るんですよ。そしたらそこにはかっこいい道長が試合でスポーティーにかっこよくやってるわけですよ。まひろ。胸がときめいてしまうという形ですね。で、試合しかも道長たちが勝利するという形で、まひろのメンタルトレーニング失敗という形になります。はい。そしてですね。あ、すいません。ちょっと動かなくなりましたね。すいませんね。動かなくなった。はい。次、直秀だけはということで、あれ動かなくなっちゃったな、すいませんね。はい。登場するのが、まひろ、ダメだ、動かないから、ちょっと私一瞬消えますね。まひろ、金藤、忠信、直秀でございますけれども、はい、戻ってまいりました。直秀だけはということで、突然ですね、雨がこう降り出します。試合終了後ではあるんですけども、そしたら多分雨ザーッと音もするので、猫のコマロちゃんが驚いてですね、逃げ出すこととなってしまいました。で、まひろはですね、コマロ待ちなさいって形でですね、猫を追って建物に入りますと。なんですけれども、まあ、その、直接対面はしてないんですけれども、そしたらその奥の方に、その、まあ、選手控え室みたいなところがあって、そこで忠信と金藤がですね、その、参加してた女性たちの品定めですね。まあ、ほら、過去にもやってましたからね。まあ、それを、やりまして、そしたらですね、まひろのことをちょうど言及するところに遭遇してしまいまして、いやまひろさんは、ちょっと地味でつまらなそうだよね、っていうふうに、まあ、評すと。で、その上で女は家柄が大事だとも言うと。で、まひろたまらず外に飛び出した走り去ると書いてあるんですけれども、多分ですね、この地味でつまらないとかっていうのは自分でもわかっている、自認している部分があると思うんですね。それはほら、ご説の前でも、ね、私なんかになびく、なんか、男性陣いないと思いますって言っていたので、こっちは多分、まひろ的には何にもメンタル的に来ないです。多分こっちなんですね。家柄が大事だってなると、自分だけじゃなくて、まあ、その、父に対してのことも言われているし、家柄全体のことなので、で、まあ、道長のことも頭に浮かぶと、たまらなくなっちゃったのかなと思いますよね。で、まあ、立ち去っていくんですけれども、もちろんこの二人気づいてないですよ。立ち去っていくんですけれども、これがね、文章で書くと、文章だとそのままだったんですけど、その一部始終を隙間から直秀が見つめていた。おい、直秀、お前やっぱ好きなんやなっていう感じのところでございますね。はい、以上でございます。相変わらず動かないかな？動きませんね。すいませんね、ちょっと。マウスの調子が悪くなってしまいました。はい、そして見どころ検証、動いた。でございますけれども、まずはですね、まあ、真宙の恋心が多角的に描かれますよね。その最初は手紙を燃やす、文を燃やすっていうような話でしたけれども、だからといってずっと道長を拒絶し続けるわけではなくて、その後まあ一旦ばったりもしてしまう。三角の場でばったり会ってもしまうと。で、その後は打球のところで、あえて行ってメンタルトレーニングしようという形で、真宙の道長に対してどう対応しようかっていうのがいろんなトライアンドエラーが繰り返されるので、それはこう見ていてラブストーリーしてるなってところですよね。そしてですね、まひろともこ桔梗のここソロの初なので、これ結構強烈な絵面で期待しています。なんかね、場面写真で、すでに解禁されてる場面写真で、桔梗がまひろじゃなくてともこになんかすごいって感じのにやりとしたね、なんかね、嫌な表情をして見つめてる場面写真とかがあって、だからこの友子桔梗のつながりのところとかもこう、後々期待させるようなシーンになるんじゃないかなというふうに思いますよね。だとね、コマロを同席させることで場を自然と変える転換とか言って、ちょっと変える転換で変な日本語ですけれども、どういうことかというと、この、要は最後、品定めを、金藤と忠信が品定めをしている場所っていうのは選手控室なわけじゃないですか。そこに真宙が、行く、それをたまたま聞いてしまうっていうシチュエーション、
どう考えても作れないんですよ。まあ、ヒロが一人でそんな出歩くような場ではないわけだから。だからそこにコマノが、コマノ待ってって自然と言っちゃうことで、まあ、ヒロがその場に遭遇することができるっていうのをしていると。で、しかもコマノもいきなりね、その、なんていうの、猫だから、猫ってたまに適当に走り去っちゃうよね、じゃなくて、雨が降って、雨の音に驚いてって、ちゃんと理由定義づけをそこでして、逃げていくっていう形。で、しかも、トモコの猫ですよ。だけれども、その場では、まひろが面倒を見ているっていうような形にもしているので、このコマロを、コマって言うと、コマロをコマってなんかギャグみたいですけども、コマとしてるんだけども、そのチェスの感じに、こう、場を動かす形として、猫を演出しているっていうのが、これすげえなと私は結構、文字を読んだだけでも思いましたね。あと、直秀ですね。表情非常に楽しみだなと思います。という感じで以上でございます。これで予習動画終了でございますね。放送終了後、月曜日にはですね、徹底解説する動画アップしておりまして、他にも様々な角度から光る君の動画アップしておりますので、ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、いいね評価、コメントなど、どの動画にもしていただければと思います。すべてもちろん見てくださいなんてことは言いませんので、気になるものだけでも、ぜひご視聴続けていただければ幸いでございます。またですね、おかげさまでちょっことだけ前出しですけれども、チャンネル登録者が4万人を超えましてありがとうございます。もともと4万人を超えたらですね、メンバーシップやろうと思っていたので、ちょっとメンバーシップ制度、メンバーシップでちょっとだけ月額課金していただくんですけども、今一番安いのは100いくらだと思います。一番安い値段でですね、ちょっとメンバーシップの開始もしてですね、会員限定動画みたいなものも作っていければと考えておりますので、ぜひ引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。